写真拡大。イースタンリーグ巨人日本ハム戦が21日東京ドームで行われた。日本ハムの先発はニック・マルティネス投手29が予定されていたが、アクシデントのため試合前に急遽変更になることが発表された。代わりに斎藤佑樹投手31の先発が発表された。